あ今日はですは、ね、XFORCE155 ですね、こいつに乗ってきました、インプレッションということで、ですねまだ出たばかりの車両なので、結構興味がある方も多いんじゃないかなと思いますけども、まずはですね、まあ、せっかくなんで、またがってみますか、またがってみた感じからいくと、ですね、はい、かなり足つきが高いというのがですね第一印象ですで、これ、座る位置が高いので、もちろん見晴らしがすごくいいんですね、えー、スクーターにしてはですね、かなり見晴らしがいい。 この辺はですね過去のマジェスティー S だとか NMAX とかと比べてもですねかなりかなりそんな感じになってますそしてやはり目に付くのはですねこのパイプハンドルですねバイク自体がですね結構スポーティーな味付けになっているというのがですねまあ、これまたがっただけでもですねなんとなくわかるんですけどももちろんこの先のお話ですね、えー、実際乗ったらどうだったのかというところをですね今後触れていこうと思うんですけども、えー、実際に走らせると まずエンジンの静かさというところから話をしていくんですけども非常にですねエンジンがマイルドですただマイルドというのはですね非力だとかそういう意味合いではなくてですねすごくですね滑らか。 という表現がいいのか分かりませんけどもすごくそのシルキーな印象になってます単気筒の 155cc だということをですね忘れさせる感じですねもうアイドリングの時だけはですねやはり単気筒のようにカタ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 って言うんですけどもそこから先走らせてしまうともう何て言うんですかね滑らかすぎて単気筒であることを忘れてしまうそんな味付けになっていますそして一番最初にエンジンの話をする時に滑らかというところに触れたということはですねそれだけ。 印象的だったということになるんですけどもすごくですね滑らかかつ粘り強いそしてパワフルなエンジンになってます実際にはですねこれスピードメーターを見てると分かるんですけどかなり力があるエンジンです車速はどんどん伸びていくしそしてですねそれを感じさせないような車体とそしてエンジンになってますなので決してですね遅いということではないんですけどただですね本当にですねどの回転域からでもですね こう苦しそうにしないという言い方がいいのか分かりませんけどもとにかくです、ね、第一印象は滑らかという言葉がです、ね、一番ピタッとくるような感じになっています具体的にどんどん話を進めていくんですけどもまずですね実際そうなのか分かりませんけども多分今のエンジンですと燃費対策も含めてです、ね、そういったところがあるんじゃないかなとは思うんですけどもそのどこからアクセルを上げてもちゃんと加速していきますそそれも回転数をうーんと上げてて、ね、から車速がついてくる ようなマジェスティ S とか乗ったことある方だと分かると思うんですけど、あっちではなくて、ですね割と回転数に比例して、えー、加速していく感じ、だから体感上は速く感じない方のエンジンですね、これ、NMAX とかそうなんですけども、も、えー、マジェスティ S なんかだと結構、バーっと回転が先に上がって、パワーで加速していく感じ、えー、シグナス X なんかでもですね一時期はそういう味付けだったんですけど、そういう風ではなくて、ですね割と静かなまま車速がビューンって伸びていって、 でだけど上でで寸詰まる感じの退屈さはないです車速だけは伸びていってでもスピードが出てない感じがするんですけどだけど上ままでスパッと抜けますこれどういうことかっていうと要はですねスピードがすごい出るってことなんですよね。 その滑らかで静かなまま加速していって回転数は6000、7000と上がっていくんですけどそれが最後までちゃんときちんと抜けるので変なですね、寸詰まり感というかですねそういうつまらないエンジンにはなってないですただ、そうなるとですね、かなりスピードが出ている状態になるので通勤なんかで普通に使う方からするとですね常に静かなエンジンというイメージになるんじゃないかなと思いますそして興味深いのはスロットルに対するアクセルですねアクセルの回路に対するそのレスポンスの良さですね。 例えばアクセルをパーッと上げたときに回転がそれなりにビューンと上がるエンジンって体感上、レスポンスがいいなと感じるものなんですけどそういうエンジンではないんですねところがすごく細かく自分の手の操作をですね拾ってくれるなのでものすごくですね思い通りに走るんですよね本当にちょっとだけ動かしてもですねその本当にちょっとだけ力が伸びていくような感じですごくですねえアクセルに対してきちんと後輪に伝わってる感じがする自分の意思がね なのでそういったところの純度がすごい高いのであの走らせていてとにかく気持ちいいというのがですねこのバイクの,このエンジンの第一印象ですね。 もちろん好みがあるので派手な演出が好きな方はバーっと回転が上がってビューンってスピードが伸びてい、えー、く感じで最後もバーンって伸びていくのが好きな方もいると思うんですけどそうじゃなくてですね、えー、静かに上品にかつ車速はバーっと伸びていくんだけど最後までその静けさのまま回転数を振り抜ける上で詰まってしまう感じがないというのがですねすごく今時のエンジンよくできてますね。そして終始静かです 排気音も含めて、吸気音なんかもう聞こえませんね。という感じでですね、すごくそういったところはですね、えー、ジェントルかつ速いというですね、今時の、まあ、スポーツセダンな感じの印象になっています。それがまずエンジンですね。もちろんですね、例えばかなり急な上り坂を走ったりしてもですね、あの全然値を上げませんよ。二人乗りでもぐんぐん走るし、多分パワー不足を感じるのって、上にキリがない方だけなんじゃないかなというぐらい走ります。えー、要は これがさらにパワーが上がってもそれに対してもっと行けばいいのにっていうふうにずっとキリがない方だけがですねもっとパワー出ればいいのにっていうぐらいだと思いますけど基本的にはもう十分な力を持っているというふうにですねまあ考えていただければいいんじゃないかと思いますさあ今エンジンに触れたんですけども今度はですね車体の方ですねこの車体の方はですねさっき言いましたようにスポーティーな味付けになっているというところがあるんですけどもやはりその辺はですねより感じますね走らせるとそしてこのバイクを語る上でまあ足元はですねやはり少し狭いです。 これ。 荷物を積む前提で見ていけば、実は心出っ張りが少ないんですね。心出っ張りも少ない。だから、フラット部分が広いという意味では、ですねかなり使い心地はいいんじゃないかというふうに見ただけでも分かる。だけど、やはり足元のスペースは狭いことは、えー、変わりがないですね。この辺はマジェスティエースだったりとか、トリシティとかと一緒ですね。はい、というふうになってるんですが、ただ、物を積むという前提だと積みやすいんじゃないかなというふうに思います。またがったときに、やっぱりですねこの位置で足を置くと、もうちょっと向こうに行きたいなとか。 あの僕ぐらいの背格好だと実は平気なんですけどやはり少し大柄な方が乗ると座る位置がおのずと後ろになっていくだから二人乗りなんかした時にはちょっともしかしたらあの後ろの人が窮屈になるかもしれないとは思いますで足を伸ばそうとするとですね足首の角度は結構きつくなりますなのでだいたい中間のこんな感じで <laughs> 使う感じになるんですけどもちろん使い勝手はよくないので結構ですねやはり足が長い方背が高い方はもしかしたら若干その辺はですね気になる部分なのかなと思います ただハンドル自体の位置が高いのでこう膝が当たるはですねましなのかなと、えー、ゼロではないかもしれないですけどマしなのかなと思わせるぐらいのそんな感じになってますそしてですね肝心の走りなんですけどもやはり車体の方はですねかなりきちんとした出来になっているので今時のねすごく面白い変な雑味がない感じになってますそしてさらにエンジン自体がすごく力があるので、まあ、そういった意味ではですね ビュンビュン系の方っているじゃないですかそういう方がいかにも喜びそうなしっかりした車体になってますそしてポジションもですねハンドルが高いんですけど、えー、結構開いてて若干ワイドでモタードポジションに近いですなので座る場所さえ選んでしまえばですねかなり思い通りバイク走りますで結構ね 過去一スポーツ色が強く個人的には感じますねすごく着座位置も高いせいでバイクがね本当に思い通り動きますねビュン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 走るしエンジンもやたら力があるしスピードを感じさせないしブレーキも効くしそして これコンビブレーキみたいなものがついてないんですよ、UBS ですね。なので、最近だとそういう装着車、増えてきちゃってるんですけど、リアだけかけたり、フロントだけかけたりっていうのが、ですね自在にできます、そしてシートもフラットめで、ハンドル位置も割とですね自由に動かせる、そしてスポーティーなハンドルになってるんで、そういうところが、まあ、総合的に見たときにです、ね、とにかく運動神経がいいスクーターですね。 もうなんかバイクに乗ってるようにですね楽しくなっちゃって結構ね、ね向きになって走っちゃったりする方多いんじゃないですかね。もちろん気をつけて乗っていただく必要あるんですけどそういう要求についてくる車体そしてエンジンになってます。なのでそういった意味ではですね結構あの走りが好きな方はですねニヤニヤしちゃうかもしれないでですねでブレーキですね。 ブレーキ左右分かれててこっち側だけかけたり、こっち側だけかけたり、特にリアだけかけるシーンって多いと思うんですけど、そういう使い分けがきちんとできるところは、ですねやはりすごくいいのと、そして ABS の介入もですね比較的遅いです、かなりロックに近いところまでいかないと介入してこない、要はうるさくない ABS ですね、そういった意味ではですねいいんじゃないかなと思います、ただ、作動し始めるとですね結構派手なアクションします。 ギューンってレバーを押し戻してぐーって動くので <laughs> そういった意味ではですね最初びっくりするかもしれないっていうのとですねまああの慣れちゃうと ABS が効いた後でのでのリターンでの戻しの操作 ABS 入っちゃったのをちょっと消したいなっていう時の操作感のところに差がすごくあるんでもしかしたらそこまでうるさいこと言えばですね気になる方は出てくるかもしれないただ介入自体はかなり遅いので結構ギリギリまで口挟んでこないのでそういう意味ではですねまあ面白いんじゃないかなと ABS かかっちゃって、えー、握りしろ変わらないままビュンビュンビュンってあのバックが来るようなタイプだとそこで少し戻して ABS をこうかからないように。 コントロールしたりするシーンもあるかもしれないんですけどそういったところではですね結構ギュルルルって押し戻されちゃうんで今 ABS の仕事ですってなるんでそういうところはですねちょっとまあそこまで言えばですけど気になるのかなとただそこまでやらないと ABS 入ってこないんでもうかかってる時点で。 まあ人によっては下手くそって話になっちゃうかもしれないですけどそういった意味でですねそこまで走り込むことができちゃうぐらい面白いスクーターになってますただしやはりこう車高自体が高いので普段使いのシーンでは若干気を使うのともう1つはですねやはり NMAX との比較される方も出てくると思うんですけどそういったところではですねやはりコーツつけていくと NMAX の方が車体はいいですね何ていうんですかね快適性っていう意味でですよ 足も伸ばせるし、あとはやはり完全な一番の、ですねここのセンタートンネルがないのがこいつの魅力なんですけど、センタートンネルのないオートバイの中ではかなりガチっとしたフレームで、走らせてて信用が置けるんですけど、ただやはりしなるんですよね、だからそういったところをですね、まあ、好みで使い分けて、やはり走りが最優先で、かつそういうのが嫌な方は、NMAX に流れていくだろうと。そしてやはりフフラットフロア に魅力を感じる方はですね x フォースもしくはマジェスティ S、まあ、マジェスティ S はちょっと車両の入庫の問題も出てくるのであれですけどという意味ではですねやはり x f o r e はなかなか魅力的な選択肢になるんじゃないかなと思います例えばそうです、ね、ブレーキを強めにフロントだけかけたシーン、まあ、前後でもいいんですけどかなり強めにかけたシーンではですねやはりフロントが向こうに行く感じハンドルが遠くに逃げていく感じというのはですねどうしても出てくるんですよねそれと走らせたときに操作感がすごいやるバイクなんで 走ららててるるぞっいいう感じがある程度スピード出ししたたたにに普通乗大ことないんですよちょっと硬めのスクーターって印象だと思いますけどあのスピードをビュンビュン出していってスポーティーなことをしたときにはですねやはりあのフロントの接地感が結構ね分かりやすい感じやすいんですよすごく分かりやすい上にかつ、えー、ここのトンネルがないからですねまあ言い方は悪いですけど振動を拾います、えー、だからねリアがすごい安定志向なんですよこれ リアのエンジン自体がすごく滑らかでかつガチっとしていて安定志向で後ろ回りはすごい塊感が強いですよそしてフロント周りちょっと前と後ろをバイクで分けて話して申し訳ないですけど前と後ろで分けた時にフロントは結構ね繊細に分かるんですよ設置感がスクーターとは思えないやっぱりタイヤの位置も大きいですし そして,んて言うんですか、ね、ブレーキなんかもかなりしっかりしていてサスペンションもしっかりしてるんでかなり路面を撫でるように分かるんで面白くなっちゃうんですけどそういう意味ではですねフロントはそういう感じえ細かく路面のすべてを拾っていくしちゃんと分かっていくそして後ろはどっしり安定志向なんでそこの部分でもしかしたら NMAX の方がトータルで見たらいいのかもしれない。そして逆に操作感とかスポーツ性 をを求めるる方は逆にそれれ喜びと変えるかももしれないんですけどもやはり路面が荒れてるときとかに結構すっ飛ばしていくとバタ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 ってフロント周りが、えーとね、足回りが暴れるんじゃなくてこのフレームのところで伸び縮みしている感じでフロントがバタ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 って暴れる。 そそしてそれがが手にに取るるように分かるっていううかいののですね、もう一つの特徴だったりします。だから走らせていてそれをねじ伏せて走って楽しいよっていう人は好きでしょうしそうじゃなくて徹底的にどんな時も抑え込んでほしい足回りとサスペンションだけで走らせたいっていう方はですね、もしかしたらそこのところにちょっと結構暴れるなフロント周りがって思うかもしれないですこれねわざとだと思いますハンドルのバーエンドも軽くなってますしこんなに幅広いのにハンドルがねこれ多分樹脂なんですよちょっとバラしてないんで分かんないですけど多分樹脂なんですよ 路面からのインフォメーションもちゃんと伝わってくるんでそういう意味ではわざとなんだろうなと思うんですけどかなりそういう意味で走らせて面白いし操作感があるしさっきのこの辺の話っていうのは極限での話極限というか結構飛ばしていった時での、えー、あくまで他社との NMAX とかそううセンタートンネルが通ってるバイクでかつこういう13インチみたいなホイールがついてるバイクでの比較の話になりますけどでは差があります。 最終的に直進安定性の話にちょっと触れるんですけどめちゃめちゃバチッと安定してるんですよ直進安定性がもちろんこのホイールとかもそうですしなのでそういうところを含んで考えた時にはですね非常に、まあ、しっかりした オートバイでであることは間違いないなすだから通常使いのシーンで2人乗りしたりとか、えー、自分1人でもですねそこそこ走ってたり高速道路乗るシーンなんかでもですねそういう面では今のバイクのすごい技術力とかこう設計力の高さをですね感じることができるただし飛ばしてってですね結構がん頑張った時にはですねそれなりに操作感があるだから割と走らせて面白い乗っててお腹いっぱいになるバイクですね。ただ 最もも快適なななのを探したらこれじゃなくなりますよという話でしたでトータルで見ていった時にはですねやはりこの車体の大きさとかそして足回りの出来とかエンジンの出来もですね全て明らかに平均点を超えての話をしてますんでそういう意味ではですねエクスポース非常にですね興味深いオートバイと言えるんじゃないでしょうか。